クラシックチュンリーとモダンチュンリーの違いみたいなのを多分知らない人多いと思うんですよ。あのそもそもクラシックチュンリーとモダンチュンリーでどう違うんかみたいなのを知らない人が多いと思うんで、まあ、そこからちょっと話していこうかな。まあ、まずモダンチュンリーの強いところからいきましょうか。必殺技がまず優秀ですよね。ワンボタン出せる、まあ、この転生脚がやっぱ代表的なんですけど、まあ、この下下コマンドっていう本来結構難しいコマンドの技が前とスタートボタン出せて、でこれは結構状況が良くて、まあ、コマンド置き攻めできるっていうのが強い、まあ、これが簡単だね。であとこの波動拳飛び道具に対してこの破断臭がワンボタンになってる、まあこれがまあ強いですよね。簡単、まあ、強いというか簡単に出せる、まあ、これがこれも長所だけど全部強くて、あとその OD100 列も強くて、まあちょっと難しいんですけど、こういう差し返しにこう使えたりとか、まあ、トッサの反撃に結構優秀な場面が多くて、まあ、モダンじゃないとこれちょっと難しいなっていうことができたりとかすると、まあ、これも結構優秀。あとは低空百裂ですよね。まあ、空中百裂っていうすごい難しい、この飛んだ瞬間に波動コマンドを出さないといけないっていう、これを空中で SP ボタン出すコツだけで出せる、まあ、これがその投げに勝てる、まあ、ちょっと条件がちょっと若干あるんですけど、まあ、投げ読んでこうリターンを追っていけるというところですね。まあ、これもかなり強いですね。あとまあ SA が全部優秀ですね。交渉がまあ発生7フレ、まあ、結構早い部類で、まあ、無敵時間があって強いっていう、まあ、例えば、まあ、これ相手剣なんですけど、まあ、対空とかにも使えるんですけど、例えばこういうこれ確定なんですよね。まあ、陣内ガードした時点で、まあ、SH 確定なんですけど、まあ、これが例えばモダンとかやったら結構簡単に出せたりとか、まあ、トッサにやっぱ、S、シンク波動コマンドが出せるっていうのが普通に優秀やし、まあ、砲翼戦がやっぱ強いっすね、弾抜けのね。まあ、こういう弾を見てからワンボタンで出せると、まあ、これも強いと。まあ、1と2が強いかな。まあ、チュンリーって3があんま強くないんですよ。 SA3 自体が弱くて、これはモダンクラシック関係ないんですけど、結構 弱くて、まあ、できるだけ1と2で使っていくっていうのがまあ自分の考えですね。3は性能自体は悪くないんですけど、まあ、弾抜けできて突進技で結構強いんですけど、もう状況が悪くてですね、この後に仕切り直しになっちゃうんですよ。フィニッシュできる時やったらいいねんけど、普段使った時に、まあ、あんまり勝ちに繋がりづらいっていうのがちょっと自分の考えです。まあそんな感じで、モダンチュンリーは、バンボタン出せる技がまず強いっていう。あと、コンボがちゃんとある。まあこういうコンボとか、モダンってかなりそのコンボを削られるんですけど、本来。で、モダンチュンリーって、クラシックに比べると、コンボを、まあ、めっちゃ削られてるんですけど、めっちゃ削られた上で、まだあるって感じなんですよ。もう、チュンリーは。チュンリーっていうキャラクターのコンボのパーツが多すぎて、削られてるけど、全然火力が出せるみたいな感じですね。まあ、なので、モダンでも戦える。まあ、これだけはなくさんといてくれっていうみたいなのが、まだ残ってるの。まあ、このアシスト中が下中パンチなのが、全てなんですけど、まあ、これがなかったらもうきつかったんですけど、まあ、これがあるおかげで、結構いろんなコンボが、できるということですね。まあ、結構代用できる技が多いんですよね。まあ、ということで、モダンチュンリーの強みはワンボタン必殺技が強くて、まあ、強いというか、まあそうだな、ワンボタン必殺技が強くて SA も強くてコンボもモダンにしてはそれなりに揃ってるっていうのがモダンチュンリーの強みです。で、まあ、ちょっとクラシックチュンリーと比べるっていうこと自体がちょっとナンセンスではあるんですが、まあ、比べるときにちょっと弱みの方も、まあ、これを機に説明をしておきます。まず対空が弱いです。これ便利なんですけど、ワンボタンでこの強転生が出せることがすごく便利なんですけど、クラシックチュンリーで使える中継と大継がなくなってるというのが非常に痛いです。こういう中継とか大継で落としてこういうコンボをしたりってことができない。さらにこの強転生というのがですね、結構くせ者でですね、まず当たんないですね、近距離の相手に。これが当たらない。で、さらに、発生が9フレという、まあ、非常に対空にしては出が遅いので、カラジャンプなどで非常に
ガードされやすい、こういう感じですね。まあ、なので、まあ、レンジがちょっとね、いいところで飛んできてくれたら簡単に落とせるんですけど、対空すること自体は弱いので、結局ちゃんとやろうと思った時にモダンチュンリーでもこの弱点ショーとかを自力で、まあ、出すことが大事になってくると自分は思っております。ので、まあ、対空がまず弱い、結構弱い。でもう一ついきますね。で続くんですけど、玉抜けが弱い。モダンチュンリーは簡単なんですけど、まずこの波動拳、これに対してこのチュンリーのこの強破山というのはですね、これが非常に強い技でして、このすごい距離が遠いところでも玉抜けができて、まあ、なおかつ絶対にしゃがみ中継がつながるという性能をしてるんですね。これがめっちゃ強いんですよね。絶対じゃないんか、まあ、かなりつながりやすいっていう、これがめちゃくちゃ強いんですけど、クラシックチュンリーって強破山がないっていうのが結構キャラ対策の幅を狭めてしまう。その中破山のちょっと欠点、まあ、中破山とオーディー破山は使えて、でオーディー破山がワンボタンに出せるっていうのはめちゃくちゃ強いんですよ。実際これがワンボタンに出せるっていうのはすごい優秀なんですけど、モダンチュンリーって中破山がちょっと弱くてですね、中破山って抜けた後にコンボが繋がらないんですよね。その近くないと、例えばここで抜けたとしてもこう入んないんですよ。有利フレームが少なくて、まあ、なのでリターンがない、玉抜けに。ので、まあ、クラシック、モダンチュンリーはクラシックに比べると、玉抜けが、オーディー破山のみ強い。って感じ。なので、まあ、基本的に、そこはちょっと弱体化しているというのが、ちょっと痛いところですね。で、あとは、中段がない。まあ、崩しが弱いってことですね。崩しが結構弱くて、まあ、このしゃがみを崩せるこういう、ものも中段攻撃持ってるんですけど、クラシックチュンリーは、構えからのこれとか、まあ、こういうのが全部ないので、まずしゃがみカードを崩すのがまず難しいというのと、あとしゃがみ弱パンチがないんで、これがないんですよね。でクラシックチュンリーってこれがすごい強くて、これで連続カード作ってからこう投げたりとかで、ヒットしてたらここからコンボに行くっていうのがすごい強いんですけど、こういう動きがすごい強いんですけど、投げた後とかにダッシュしゃがみ弱パンチを重ねてとか、まあ、こういうのが強いんですけど、これができない。密着プラス2を作ろうと思った時に小足にする必要があって、それだとまあこれが強いんですけど、ヒットした時にまあコンボに行けないみたいなで、ちょっとそのかゆいところに手が届きづらいっていうので、まあクラシックに比べるとちょっと弱いのと、まあ、連携は結構軒並み弱くなってますね。こういう暴れ潰しの連携とかもできない。構えから P の技が全部なくなってるんで、まあ、こういう、本来だったら、4フレ暴れになる連携があるんですけど、こういうのがない。こういうのですね。こういう連携あるんですけど、これが、構え P がないんで、まあ、全部相打ちになっちゃう。っていうのが、あります。これもモダンチューニングがないんで、まあ、クラシックチューニングが優れてる。ですね。まああとはコンボですかね。コンボが、クラシックチュインの方が優れてると。まあゲージ効率ですね。コンボのダメージ自体はそんなに変わんないんですけど、こうかな。まあこれですね。このコンボでゲージが半分ぐらい今溜まるんですけど、この空中で浮かしてポンポンみたいなやつで、まあこれがちょっとできないと。ジャンプ大パンチがないんで、こういうコンボパーツが組めないので、まあ、これ。まあ、半分溜まるんですけど、まあ、これができない。モダンの場合だと、こうなるんでね。こうなるんですけど、まあ、若干ゲージ効率が落ちると。いうのが、ま、弱点。まあ、状況もちょっとこっちの方がいいですね。まあ、クラシックには、ま、ゲージ回収と、まあ、置き攻め状況が、ま、優れてるというのがあります。まあ、主にはそんな感じ。でも当たり当たりだな。まあ、こういうちょっと牽制の機会なんですけど、あと、モダンチュンリーの、まあ、基本的にモダンチュンリーって、クラシックより、簡単になるんですけど、まあ、ちょっと弱くなってるっていう考えで、間違いはないんですよ。その考えでよくて、ただ、モダンチュンリーの方が難しいっていう場面がいくつかあって、まあ、それが、暴発問題なんですね。パンチとキックっていうのが分かれてないんで、モダンチュンリーっていうのは。例えば、OD 昇竜拳をガードした後に、まあ、前強の翼戦で反撃するんですけど、そこで、飛行拳が出ちゃう。みたいな。そういう難しさがめちゃくちゃあります。まあ、これはモダンの明確な難しい点ですね。てか、モダンだと理論上できない動きが結構あるんですよね。
そう、暴発がね、相当しちゃうっていう。この後にガードして、ガードして、ここで前強剣を打つと、この気筒剣が出ちゃうっていうのがもう、かなりむずくて。ニュートラルに一回入れてから出さないといけないとか。で、このしゃがみ中キックから、こういうコンボやるときに、気候圏が溜まってると、絶対気候圏になっちゃうんですよね。あ、スピは優先これ。あ、でもスピは溜まってるのがあるからな。後ろに溜まってるけど、スピは溜まってるのがあるからな。だからその、百裂脚を出したいけど、百裂脚を絶対に出せないっていう瞬間が生まれちゃうっていうのが難しいですね。その時はこのワンボタンに出すしかないとか、まあそういうところが難しいですね。まあシンプルにその相手の技をガードしてから、この例えば抑制脚出したい時とかに、あの絶対出せないとかね。まあそういう難しさがあります。まあそれがちょっとモダンチュンリーの、まあ強みと弱みみたいな感じですかね。